そんなことを考えてたらできないでしょ、ね、まあある意味ぶっ壊れないとね。でぶっ壊れたでしょ。でぶっ壊したと思ったら結構ちゃんとしたものが残ってるでしょ、ね、皆さんがやったことはただ余計なものを剥ぎ取っただけなんですよ。削いだだけなの。ちょっと余計な、薄いグレーの膜を脱いだだけ。そしたらなんかツルツルするでしょ。なんか気持ちよくなかった。常識的なその、考え方で処理ができること以上に、この物理次元は、エキサイティングな想像が可能だと思います。だから昨日ね、和樹くんがもう好き勝手なことここでのたまってたじゃん、ね、もうこうドーム型だよみたいな感じでもあの宇宙ではそれでいいんですよ。それで、ね、それが、ちゃんとね同じ方向を向いていて、でギュッと圧力がかかるとそれでねその方向に行くんです。それが、大義名分があろうがなかろうが、社会性があろうがなかろうが、ちゃんとその向きがパッと揃うんですよ。圧力がかかるといくつかの層にわたってそういった思いがですね重なってキュッと圧力がかかると同じ方向をピュッと向くんで、それで5次元通過して帰ってきて想像されるんです。その想像のされ方を僕たちはいちいち選びたがるんですけど、例えばこういうルートで成功したらいいなとかで考えるんだけど、そんなこと全然関係なくって、どんなルートでもいいでしょ。宝くじが当たろうが、ね、社長になって成功しようが、ね、どっかにお金が落ちてようが一緒のことなので、だから目的をきちっと明確にして言霊を発信するっていうのは非常に重要なんですね。ただまあ願望実現の話で僕があんまりしたがらないのはですね、そんなことどうでもいいなというふうなことを考えてしまいがちな、節がありまして、ただあの2番でですね、なんだっけ、やりたいことをやっていきたいみたいな話になった時にですね、やっぱり自分がどういうふうな仕事をしていくかっていうことにおいて、売上を上げていくっていうのはね非常に重要な、要素だと思うので、まあちょっとそういう話もしようかなと思うんですけど、まずですね、一致した状態であれば、大概のことはうまくいくはずです。ブレがないこと、自分自身にブレがないこと、この状態だったら大丈夫っていうふうな、自己信頼ができる状態がまず大前提だなと思うんですね。正直な自分、何でもね素直に言える自分、言いにくいなって思うことも相手に対してちゃんと、丁寧に伝えることができるとかね、うん、で無理に我慢してない、ね、自分が何か感情がこう高ぶった時にですね、このままじゃいけないなっていうことでちゃんと冷静にそれを、原因を探ることができる、ゆとりみたいなものがあった方が一致するでしょう。そういったものがこうガチッとしてる方が多分楽じゃないかなと思うので、昨日ね、美智子さんだよね、あ、今朝か、今朝ね、慣れないじゃないかとか、それが湧いてきて、それを受け止められた自分が今はいます。以上です。ありがとうございます。今はどうですか、その人前で話をして味を占めたあの無価値観なところで、自分のことをですね、低く見積もってしまうのはよくやることなんですけども、無価値観を感じているっていうのは、非常にですねこれは効果的じゃないんですね。だから、これ非常に単純なことを今から言うので集中して、ただ聞いてください。無価値観から解放されるのはですね、自分に対して価値がないというふうに、レッテルを貼るのをやめればいいんです。なんか自信をつけようとするでしょ、余計なことをしてるだけなんですよ。余計でしょ。自分には価値がないっていうふうに、定義をすることをただやめればいいの。これやってるからその定義がついてるんですよ。やってなければ子供たちと同じように純粋無垢にキャーって遊んでるだけなんですよ。でも今日キャーって遊んでたでしょ、ね、皆さんおかしな大人ですよ。あの場所でねあんな遊びをするっていうのはですね、ちょっと土地狂った大人たちが見事にこんな30人近く集まったなと思うんですけど、ね、でもあれってそんなことを考えてたらできないでしょ、ね、まあある意味ぶっ壊れないとね。でぶっ壊れたでしょ。でぶっ壊したと思ったら結構ちゃんとしたものが残ってるでしょ、ね、皆さんがやったことはただ余計なものを剥ぎ取っただけなんですよ。削いだだけなの。ちょっと余計な
薄いグレーの膜を脱いだだけ。そしたらなんかツルツルするでしょ。なんか気持ちよくなかったね。リュウちゃんなんかね、近寄ってきてありがとう、ごおっしゃるありがとうみたいな感じで今言わなくてもと思ったけどなんか至るところでね、なんか感動してたみたいなんだけど、ちょっと抜けるでしょ、おかしな世界というかさ。でもこれってすごく当たり前な感じするでしょ、なんかすっきりした感じ、うん、このすっきりした状態で日々いられたら、少々のことってね、あ、この人たちはまだね、めんどくさい大人たちなんだなと、かわいそうだからもうちょっと優しくしてあげようというふうなゆとりができるじゃん、ね、僕らちょっと意識進化が進みすぎたんです、良くも悪くも、ね、もう後戻りができません、ね、みちこさんもみんなの前で喋って気持ちがいいとか言ってるんですよ。おかしいじゃんそんなの、ね、今までの自分は何だったのかってことでしょ。今まではそういう自分が自分なんだというふうな勝手な定義をしてただけでしょ。それをやめたんです、ね、そしたら当たり前に宇宙的な、ね、心地のがいい、ね、感動すれば涙をしてとかさ、まあ、非常に当たり前の状態になっていっただけなので、特別何かね、自信をつけるために何かを追加したわけじゃないじゃん。だから僕がこの、イベントで大事にしたいなと思ってたのは、削ぎ落とすこと、足し算よりも引き算、余計なものを引いていけばおのずとそこにですね、ツルツルのピカピカのですね、自分がちゃんと残っているはずですから、その状態が大事だなと思うので、簡単でしょ多分さ。でもね、力をつけるためにみんなさ、ああどうしよう、あれを学べば今度こそ自分のことを信頼できるかなとかね、いうふうな、動機が実はあるのに、それを自分であえて見ないようにしながらね、何か次のことをまた学ぶとかね、いうことじゃなくて、本当は何もしなくても、完全ですよ、ね、こんな完全な人たちいます。今回結構ね感動してて、本当ね足並みが揃ったんですよ。すごく足並みが揃った、まあ、運営側もね、あの足並みが揃ったと、まあ、いろんな、過去諸事情もあったんですけども、まあ、いろんなものがですねちゃんと足並みが揃って、で、始まる前はちょっといろいろですね、まあ、心配もあったんですけども、ただね全員に目が行き届いてるわけじゃないので、僕もどれぐらいねそれを、把握できてるかわかんないんですけども、でも多分この心地よさというかね、このフィーリングは、非常に神様たちも喜んでるんじゃないかなっていうふうなことを思います。でないとね、こんなたくさん渡ってこれないですよ、この島に。もうほんとね、いやさっきあの八重ちゃんとも話したんだけど、いや幸せな仕事してるねってね、ね、こんな楽しい仕事ないね、これから月1回やろうかとか言ってね月1回はね、もう家にいなくなるからね、そうなったらね、うん、もう月1回やったらさすがに飽きそうだけどね。で今回もね、あの久高島ちょっと飽きてた、飽きてきたなとかって思ってたの、子供に話したんですよ、パパまたちょっと、家開けるからね、あまた沖縄とか言って、一緒にあ行きたいって聞いたら、いやもうあのだいぶもういいかなみたいなもうだいぶ慣れたしみたいな、ね、ことを言ってましたけど、あ確かに、まあ、久高もねこんだけ池江島に行った時も来てるし、もうよく来るんですよ。こんだけねその短期間の、ね、数年の間に多分10回以上来てるんで、こんなにたくさん来てもしょうがないなっていうぐらいのことを思ってですね、正直ちょっと飽きてきたかもとかって思ったんですよ。だけど来てみてやっぱここが素晴らしいですね。なんか本当になんか深いなと思って、深いで優しくて、うん、でそれで言ってちょっとね畏怖を感じる。いやこれ素敵な場所だなと思ってね、でまたこうやってね、ここで遊べるっていうのがね、うん、まだ来ても良さそうだなというふうに思ってますけど、